はい、おはようございます。ホコルです。ということでですね、今回は歌ってみたやっていこうかなと思っておりますが、この髪の毛を見ていただいてね、分かる通り寝起きでございます。久々にね、寝起きで、歌をというか、動画を撮ることになります。歌を歌う動画を撮ることになりますけども、いや、懐かしいですね。去年まではですね、毎週木曜日、もう朝ね、もう 寝ぼけまなこの時に、まあ、動画を撮って、それでそのレッスンに行くという日々を過ごしてたんで、なんかちょっとその時のことを思い返しながら歌っていければなと思っております。だからなんだって話なんですけど、今回はですね、ミスターチルドレンで抱きしめたいでございます。ミスチルファンなんですけども、そんなね、俺らしからぬ、抱きしめたいというかなりメジャーな曲の選曲ではございますが、まあ、やっぱりね、何度聴いてもいい曲なんですよ。歌いたくなる曲ですし、はい、歌ってて楽しいしね。ということで、まあ、とりあえずこの曲にしようかなって感じで抱きしめたいにしてみました。はい。じゃあ今回、ぬくもりじゃなかった。抱きしめたいですね。皆さん覚えてますか？ぬくもりっていうね、全然関係ない、歌手の方が出した曲が抱きしめたいの詩とめちゃくちゃ、ほぼ一緒だったっていう事件っていうかありましたよね。そんな騒がせたことが、まあ、その方は悪くなくて、作詞家の方がまあ 100% 悪いんですけど、まあ、でも制作過程でね、誰かが気づかなかったのかね、その本人が知らなくてもさ、なんかこうスタジオでもちろん撮ったりレコーディングしてるわけだから、そこでなんだこの歌詞ってなんないのかね。はい、そんな感じです。はい、歌います。抱きしめたいです。今回はぬくもりではなく抱きしめたいです。よろしくお願いします。はい。出会った人同じように霧雨煙静かな夜、目を閉じれば浮かんでくるあの日のままの二人、人波で溢れた街のショーウィンドウ、見とれた君が不意につまずいたその時、受け止めた両手のぬくもりが今でも抱きしめたい、溢れるほどの思いがこぼれてしまう前に、二人だけの夢を胸に歩いて行こう、終わった恋の心の傷跡は僕に預けて。キャンドルを灯すようにそっと二人育ててきた、形のないこの想いは今はもう消えはしない。震えそうな夜に声を潜め、君と指切りしたあの約束、忘れてやしないよ、
心配しないで君だけを見ている。もしも君が泣きたいくらいに傷つき肩を落とす時には、誰よりも素敵な笑顔を探しに行こう。すべてのことを受け止めて行きたい。ずっと二人で。抱きしめたい溢れるほどに君への思いが込み上げてく。どんな時も君と肩を並べて歩いてゆける。もしも君が寂しい時にはいつも僕がそばにいるから。はい、ということでね、いや、ぬくもりっていう歌詞が出てきた瞬間ちょっと笑っちゃいましたね。ねえねえって感じで広瀬すずさんが出てきましたけど、広瀬すずさんと広瀬アリスさん、あと上白石萌音さんと上白石萌歌さん、どれがどれか分かんないですよね。はい、まあそれはおじいちゃんの感想なのかな。はい、まあ好きな人はもちろん分かるだろうけど、ということで、次回はぬくもり、まあぬくもりちょっと聞いたことないんで、そうで、ネットとかにももちろん上がってないんですよね。結構なんかこう、すぐ回収されちゃったみたいだし、やっぱりそういうことがあって、だからその CD をなんとか手に入れるしかないのかね。そんな感じで、いつか歌えたらいいななんて思っております。ということで、ほこるでした。少しでもいいなと思ってくださいました、高評価ボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そして、現在ですね、チャンネル登録者数が319人かな、19、18とかだったと思うんですけど、そろそろ320人ということで、一気にね、最近伸びがまた、凄まじい伸び方をしてますので、本当に嬉しいです。まあ10人20人伸びたことを凄まじい伸び方と呼ぶのかちょっとは分からないけど、僕からしたら凄まじい伸び方なんで、はい、嬉しいです。すごく本当によろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、LINE、TikTok など SNS をね、この動画の概要欄からぜひぜひチェックしていただいて、フォローしていただけるとありがたいです。ということで、ほこるでした。また次の動画でお会いしましょう。バイコロマルー。